皆さんこんにちは。ただいまから慶応義塾大学メディアコミュニケーション研究所の今年度の春の公開講座を始めます。私は司会を務めます副所長の鈴木秀美と申します。よろしくお願いいたします。ここで少しお時間をいただき、メディアコミュニケーション研究所、私どもの研究所について自己紹介をさせていただきます。当研究所は今年設立75周年を迎えます。この研究所ではジャーナリズム、メディア、コミュニケーションについての学際的な研究を行っています。また当研究所は経済学部生向けの副専攻として教育プログラムを提供しています。慶応大学の中にメディア業界を志望する学生のための小さな学校があり、いわゆるダブルスクールができるという仕組みになっているとお考えください。教育プログラムは2年から4年の3年間です。修了は28単位としており、各学年の定員は60名程度です。修了者にはメディアコム修了証書を授与しています。毎年12月ごろに行われる入所試験、これに合格しますと研究生という身分が与えられ、研究生に限定されている少人数の授業を受けることが可能になります。当研究所を修了した学生の多くが新聞社、通信社、雑誌社、テレビ局、広告代理店などのメディア企業に就職しています。私どもの研究所では毎年大学外から講師をお招きし、春と秋に公開講座を開いています。ただし昨年と今年は新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から収録した講演をオンデマンドで配信することにいたしました。今年度はメディアコム専任教員の山越修造教授にご講演をお願いすることになりました。講師の山越修造教授のご専門はジャーナリズム論、メディア論、政治社会学です。山越教授は慶応大学法学部政治学科、慶応大学大学院法学研究科におきまして大石豊教授のご指導を受けました。またメディアコムも修了されています。メディアコムというのは私どもの研究所の略称です。山越教授は2008年9月に博士号を取得され、2009年から昭和女子大学に勤務されました。そして2010年から慶応義塾大学の専任教員となられ、これまでメディアコミュニケーション研究所におきましてご研究、ご教育、それに携わってこられました。2017年から1年間はロンドンスクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス・メディア・コミュニケーション学部の訪問研究員にもなっています。ご著書としてはコミュニケーションの政治社会学、メディア言説、ヘゲモニー、民主主義という代表的な端緒があります。また当研究所入所試験の受験者にとって必読書となっています入門メディアコミュニケーションの変者でもあります。山越教授は最近メディア、社会、世界、デジタルメディアと社会理論というニック・クドリー教授のご著書や、あるいはメディアと感情の政治学、カリン・ウォール、ヨルゲンセン、この、こちらの翻訳書も出版されています。また、数年前から朝日新聞にて山越修造の、メディア指標を担当され、最新のコラム「ジャーナリズムの不作為、五輪開催の是非、社説は立場を示せ」は、これをきっかけに朝日新聞が開催、オリンピックの開催反対を表明するに至り、社会に大きな反響を巻き起こしました。本日は、
このようなご経歴の山越教授が、ジャーナリズムの危機とその再生に向けてというタイトルでご講演くださいます。それでは山越教授、よろしくお願いいたします。はい、慶応義塾大学メディアコミュニケーション研究所の山越修造です。メディアコムの、公開講座にメディアコムの教員が登場するというのも、コロナのパンデミックならではのことだと、思います。前回、昨年度の公開講座は、先ほど、ご紹介ありましたように、大石豊、先生が、ご登壇されました。私の指導教員である大石先生の次に登壇の機会をいただけたというのは、大変光栄なことです。ありがとうございます。私は先ほどありましたように、2年生の時から3年間、メディアコムの、大石先生のゼミに所属していました。あ、スライド97年って書いてあるんですけど、98年ですね、失礼しました。98年からメディアコミュニケーション研究所に入所して、大石先生のゼミに所属をしていました。さらに法学部政治学科でも3年生から大石ゼミに入りました。これが1999年になりますね。メディアコムでも学部でも両方大石ゼミに入ったという学生は、結局後にも先にも私だけだったかと思います。私がメディアコムに入所したのは、ジャーナリスト、特に全国紙の政治部記者になりたかったからです。ところが、メディアコムと学部、2つの大石ゼミで、メディアと政治の研究を進めるうちに、次第にそちらに関心が移り、研究者を目指して、大学院で8年間、大石先生のもとで研究を続けたという形になります。博士号を取得し、まずは、他の大学に就職しましたが、割とすぐ縁があってメディアコムの専任教員として戻ってまいりました。メディアコムで自分がゼミを持つようになってから、間にロンドンでの1年間の在外研究があり、それを除くと11年になります。一体何を昔話しているのかと、言いますと、要するに、メディアコムの研究生として3年間を過ごし、教員として11年、つまり自分の人生の約3分の1をこの研究所とともに過ごす中で、社会が変わり、メディアが変わり、そしてジャーナリズムの位置づけが変わってくる。そうした変化を目の当たりにしてきた、痛感してきたというわけです。特にこの5年ほどの変化は劇的です。それに伴い、メディアコムの研究生たちの就職希望先にも変化が見られるようです。私のゼミでも、特にジャーナリストを目指す研究生が減ってきているように感じています。その代わり増えているのが、コンサル、そして広告代理店といった業種です。NHK の内定を蹴って外資コンサルに行ったという、卒業生がついこの間出たばかりなんですけれども、ゼミで社会問題に関心を持つ学生たちが今はそういう世界に魅力を感じているというわけです。もちろんそれは研究所でじっくり学んだ上での選択なわけですし、そうした決断を教員としては尊重するわけです。そしてジャーナリズム、ニュースメディアの世界は現在、紛れもなく危機の状況にあります。経営状態の先行きから就職先として躊躇する理由もわかります。一方で、個人的には、そんな今だからこそメディアの世界、特にジャーナリストを目指す良い機会なのではないかとも考えています。そこで、本日は、研究生の皆さん、これからメディアコムへの入所を考えている慶応の学生の皆さん、あるいは動画配信でたまたまご覧になる学生の皆さんを主な聞き手として想定しつつ、ジャーナリズムの危機、これをどのように捉えればよいのか、
そうした危機をどのように克服しうるのかという仮説的な議論をしてみたいと思います。それでは最初に、今日のメディア、そしてジャーナリズムを取り巻く問題について、危機をキーワードに検討してみたいと思います。つまり、今日のメディア環境、あるいは政治的、社会的、文化的、経済的文脈の中で、ジャーナリズムの危機と呼ばれるものが進展しているという前提に立ち、それがいかなる危機なのか、そして危機の要因は何かを明らかにすることで、今後のジャーナリズムの可能性を考える手がかりを得ようというわけです。ジャーナリズムの危機という語りは、アカデミックな世界、ジャーナリズムの世界、あるいは学生の皆さんの間でも比較的共有された認識ではないかと考えます。つまり、ジャーナリズムは今日、危機的な状況にある。したがって、何らかの対応が求められるというわけです。とはいえ、それがいかなる危機なのかという点については、必ずしも認識の一致はないようにも見えます。例えば、伝統的なニュースメディアのニュースが売れなくなってきたというものがあります。日本では、かつてジャーナリストだった中馬清福という方が、新聞は生き残れるかという本を出して、まあ、そこで先駆的かつ重要な警鐘を鳴らしました。新聞だけでなく、メディア環境の変化の中で、テレビ離れも指摘されるようになる中で、これは最近、若者の約半分がテレビを見なくなっているという NHK の調査が話題になりましたけれども、いずれにせよ、従来のビジネスモデルでは、ジャーナリズムが成り立たなくなるのではないかという危機感が、ますます深刻なものになっています。また、伝統的なニュースメディアが信頼されなくなったという点に注目する議論もあります。例えば、林香織先生のメディア不信という本は、その点に関する欧米と日本との比較を通じて、各国の特徴と共通の傾向を明らかにしています。この本の中で、林先生は日本の特徴を静かなメディア不信として描き出しておりますが、ニュースメディアやニュースに対する信頼性の低下は、やはり一つの危機だとみなすことができます。なぜならば、人々はジャーナリズムという営み、ジャーナリズムという栄誉そのものの意義を見出さず、ジャーナリズムに対する無関心が広がりつつあることを意味するからです。さらに、このメディアへの不信と連関する形で、ポスト真実やフェイクニュースの問題がジャーナリズムの危機として語られるようになりました。人々は自分自身が信じたいものを信じるようになり、そうしたニーズを受けて、フェイクニュースや偽情報、ディスインフォメーションが活性化するという状況が生じています。アメリカでは、偽情報の秩序といったオルタナティブなメディア生態系がすでに大きな影響力を持つようになり、それが2016年のトランプの大統領当選に寄与し、さらには2021年1月の連邦議事堂襲撃のような事件を引き起こすようになっています。日本では確かにアメリカのような状況には至っていませんが、こうした状況を生み出す根幹に主流のニュースメディアへの敵意があるという点は重要です。つまり、伝統的なメディアのニュースは偏っている、変更している、そしてフェイクである。それに対して、ソーシャルメディアは真実を伝える。したがって、自分こそが真実を知っているのだと。そういった言説は幅広く、現代社会の中で観察することができます。無論のこと、これら3つの説明のいずれが正しいというわけではなくて、またこの3つだけでジャーナリズムの今日的な危機のすべてを説明できるものでもありません。今日のジャーナリズムの危機は、
複合的で多面的なものであり、どの側面に注目するかで議論も変わってくる、そうした性格のものです。今回はこれら3つの中で特定のアプローチに依拠するというよりも、それらを踏まえつつもやや異なる角度から考察してみたいと考えています。具体的にはニュース文化という概念をキーワードに、ジャーナリズムの現代的な危機を検討し、そこからジャーナリズムの可能性を考える手がかりを導き出したいと、そのように思っております。それではニュース文化とは何か、この概念に注目することがなぜジャーナリズムの危機を考察する上で重要なのかを考えてみたいと思います。ニュース文化とは、こちらにありますように解釈共同体としてのジャーナリズムのエイトスを形成する共有された規範、価値、信念、期待、慣習、戦略、象徴体系、そして儀礼を意味します。ここでいう解釈共同体というのは、主要な公的出来事や争点に関する言説および集合的解釈の共有を通じてジャーナリズムの間で生み出される共通性を意味する用語を指しています。まあ、ちょっと専門的な言葉ですけども、要するにニュースの制作をめぐる日常的なさまざまな実践、例えばそれは取材であったり編集であったり、他紙や他局を含めたニュースを参照したり、同僚との会話や共同作業をしたり、所属する組織や業界に関する知識を確認したり、そうした日常的な実践を通じてジャーナリストとしてのアイデンティティ、そしてそれだけではなくてニュースとは何なのか、ニュースを作るというのはどういうことなのか、あるいはジャーナリズムとは何なのかと、そうした認識枠組みが共有されている、そのことを説明する概念だと、理解していただければ良いかと思います。ジャーナリズムの危機を考える上では、このニュース文化という概念の2つの特徴に注目する必要があります。第1は、ニュース文化を形成するこの解釈共同体、この範囲は実はジャーナリストやメディア業界にとどまらない、社会全体へと広がりうるということです。つまり社会全体でニュースとは何か、ジャーナリズムとは何か、そういうことを考えたり、あるいは無意識のうちに共有したりしていると、そういう概念としてこのニュース文化というのを考えてもいいんじゃないかというわけです。重要な点は、デジタルメディア環境の中でそうした傾向がますます強くなり、かつ可視化している、つまり目に見えて、気づくようになっているということです。こうした傾向はニュースやジャーナリズムとは何かという認識を社会的に共有させる役割を果たす一方で、ネガティブな影響ももたらします。つまりニュースやニュースメディア、あるいはジャーナリズムに関する批判、あるいは攻撃も可視化、活性化、あるいは共有されるわけです。とはいえ、今日のメディア環境においてニュース文化を構成する主体はもはやジャーナリストだけにとどまらず、一般のオーディエンスやメディアユーザーも含まれる、そしてその傾向がますます強くなっていると、このように見なすことが重要です。もう一つの特徴として第2に、ニュース文化とは決して普遍的なものでも固定的なものでもなく、歴史的な諸条件の中で偶然偶発的に形成されたものであり、変化に対して常に開かれているという点です。例えばジャーナリズムとはマスメディアによって担われるものである、ニュースは分業体制で組織的に生産されるものである、あるいはニュースは中立公正で客観的に報道されなければならない、
これらの理念はニュース文化の根幹であり、いわば常識とみなされてきました。しかしこれらの理念はジャーナリズムの誕生から、つまりその初めから存在していたわけではなく、例えば鶴見俊介のジャーナリズムの思想という論考が明らかにするように、19世紀末から20世紀初頭にかけて制度化されてきたものです。さらに戦後、ジャーナリズムの役割とは権力の監視である、あるいはライブ中継はジャーナリズムの重要な実践である、調査報道は最も重要でかつ最も称賛されるべき仕事である、こういった理念も新たに加わりながら、あるいはテレビのような新たな技術に対応しながら、今日のニュース文化が形成されてきました。このように私たちにとってのニュース文化は、この1世紀ほどの間、そして政治的、経済的、社会的、技術的な文脈の中で構築され、確立してきた制度、あるいはレジームだということができます。しかし、重要な点は、こうしたレジームは、たとえ健康なものに見えたとしても、あくまでもジャーナリストや一般のメディアオーディエンス、メディアユーザーの慣習、あるいは常識、そして他の組織や制度との関係、あるいは技術的基盤によって支えられてきたものであり、それらの変化に伴って揺らぎ、変容し、そして解体、崩壊するものでもあるということです。AI の発展によって、事故に関する情報、あるいは企業や政府の発表情報が自動的にニュースとして配信されるようになってしまうときに、ニュースとは何を指し示すようになるのでしょうか。また、政治家が記者会見ではなく、ソーシャルメディアで有権者に自らの見解を直接発信するようになったとき、ジャーナリズムの果たす役割やその根拠はどのように変わるのでしょうか。あるいは社会がジャーナリズムに対して事実をいち早く正確に伝えることよりも、その事実に関する解釈や意見や分析を求めるようになると、ジャーナリズムの規範はどのように変化するのでしょうか。ニュース文化は思っているよりも脆弱で変化しやすいものなのです。そして現代のジャーナリズムの危機とは、これまでのジャーナリズムの慣習、やり方、つまりニュース文化が正当性を持ち得ない状況だということができます。それでは、このニュース文化に注目することで、ジャーナリズムの現代的危機をどのように説明することができるのでしょうか。最もわかりやすいのは、それがフェイクニュースの蔓延やポスト真実の政治という形で顕在化しているアメリカのケースです。2016年の大統領選をきっかけとするトランプ現象、あるいは2020年の大統領選における不正選挙の訴え、そして2021年1月のトランプ支持者による連邦議事堂襲撃は、フェイクニュースや偽情報が数百万、あるいは数千万の人々に影響を与えうることを示しました。メディア研究では、フェイクニュースがどのように拡散するか、そしていかにそうした情報に人々が影響されるのか、つまり騙されるのかに焦点を当ててきました。しかし問題は、個別のフェイクニュースが個々人の心理的なメカニズムに与える影響、これにとどまらないわけです。ニュースの体裁を装った偽情報が組織的に生産され流通する、そうしたシステムが確立してしまっているということが指摘されるようになりました。偽情報の秩序とも呼ばれるメディアシステムが、例えばインフォウォーズであるとかブライトパート、
などのインターネットを基盤としたオルタナティブなメディアやソーシャルメディアによって確立されたという議論です。このオルタナティブなメディア生態系の内部は偽情報で満たされ、主流メディアのニュースはその中に入り込めないといったイメージになります。つまり、主流メディアとは異なるメディアシステムが生まれ、それがメディアを通じた民主主義的な世論形成の場である公共権、その公共権を分断していると指摘されるようになりました。重要な点は、オルタナティブなメディア生態系の住人たちが、つまりその生態系に住んでいる人たちが、主流ニュースメディアによって構成される伝統的なニュース文化に対して敵意を抱いているということです。トランプ政権に批判的な伝統的なメディアをトランプがフェイクニュースと呼び攻撃したことはよく知られています。伝統的なニュースメディアのニュースとはフェイクである。伝統的なニュースメディアは信頼できない。まあそういった認識枠組みであり、伝統的なニュースメディアが担うニュース文化そのものを否定するものです。そしてそうした認識枠組みはトランプ支持者の間で幅広く共有されました。つまりアメリカ社会において公共権が分断され、伝統的なニュースメディアのニュースが届かない、あるいは拒絶される、そうした領域が拡大するとともに、伝統的なニュースメディアのジャーナリズムそのものに対する敵意がポピュリズム的な言説戦略によって活性化しているわけです。偽情報の生産、流通、消費をめぐるオルタナティブなニュース文化が構築されている。いわばそれは伝統的なジャーナリズムの正当性の危機である。そのように捉えることはできます。それでは日本の場合はどうでしょうか。日本ではアメリカのような社会の分断とメディアの分断、そしてフェイクニュースの蔓延、まあこういったものがアメリカほど深刻化しているわけではありません。しかしニュース文化という観点から見ると、日本でもやはりジャーナリズムの危機が進展していることがわかります。ここでのポイントは繰り返しになりますが、デジタル化の進展に伴って一般の人々がニュース文化の形成、維持、変容に関わるようになったということです。言い換えると、ニュース文化はもはやジャーナリストの独占物ではなく、多くのアクターが関わるものなのです。ここでは日本で進展しているニュース文化の変容と、それがもたらすジャーナリズムの正当性の危機を4点ほど挙げてみたいと思います。第1に、主流ニュースメディアの生産するニュース、このニュースに対する批判が活性化、あるいは可視化したことです。ソーシャルメディアの発達は、日本でもニュースの共有、拡散、あるいは批評、批判、攻撃を可能にしました。しかし問題は、従来のニュースの制作過程、つまり分業体制に基づいて日々生じるさまざまな出来事の中から重要なものと判断された出来事を選択し、その出来事の特定の側面に焦点を当てながらニュースストーリーを作成するというニュースの専門的な制作過程、この従来のニュースの制作過程で見られる選択や編集という作業が切り取りである、あるいは捏造である、変更であるとして安易に攻撃されるようになったことです。例えばあるインタビューを受けた政治家は、自分が本当に伝えたかったことが実際のニュースではカットされて、特に意識せずに話した内容が大々的に取り上げられたことに不満を覚え、ソーシャルメディアで本当に伝えたかったのはこれではない、このニュースは切り取りであり
メディアの変更だと攻撃することがあるかもしれません。あるいは批判することがあるかもしれません。しかし、ニュースの作り手の理屈からすると、ニュースは必ずしもインタビュー対象者が言いたいことをそのまま伝える広報のようなものではなく、インタビュー内容のどこを重要な要素であるかを判断する決定権、編集権はジャーナリスト側にあります。とはいえ、インターネット上の多くのユーザーたちの間で、ニュースメディアのジャーナリストたちのこのロジックを擁護する声はほとんど聞かれません。むしろ、こうした切り取り、変更批判に同調する声が可視化されています。いわば、異議申し立てがニュースの作り方そのものに対して向けられるようになったわけです。そして、結果として主流メディアの変更、偏っているというイメージが流通し、メディア不信が高まることになりました。これは従来のニュース文化を支えていた専門的なジャーナリストによる選択や編集という実践の正当性を揺るがせることになります。ポイントは、それがニュースそのものが今日きちんと読まれなくなっているということとも連動している点です。これも今日的なニュース文化の変化であると言えます。批判や攻撃の方だけがネット上で参照される。その批判の元になった元の記事をきちんと読んで、その批判が妥当かどうかを判断する。こういったことはほとんどないというわけです。こうした人々の情報行動も巡り巡ってメディア不信を高めることになります。第2は、ニュースとニュースではないものとの区分が曖昧になったことです。例えば、新型コロナウイルスのワクチンの国内接種状況や東京オリンピックの開催をめぐるニュースをチェックしたいと私たちが考えたとき、NHK の定時ニュース、民放のワイドショー、インターネットのまとめサイト、ツイッターで流れてくるツイートなど、多くの情報のどれがニュースで、どれがニュースではない、これをどれほど区分しているかというわけです。おそらくほとんど区分していないだろうという含意があります。これまでジャーナリストや研究者がニュースだとみなしてきたものは、記者による取材、裏付け、取材チームやデスク、エディターなどによる複数のチェックを経て作り出される、つまり組織化、制度化されたシステムを通じた専門的な生産物、それをニュースとみなしてきました。しかし、デジタル化に伴ってニュースとニュースではないものの中間に位置づけられるようなコンテンツが増加しています。このようなコンテンツを便宜上、ニュース的なものと呼んでみたいと思います。例えば、これはもちろんデジタル化以前からあるものですけれども、テレビのワイドショーは必ずしも報道部門の記者たちによる取材に基づいてはいません。しかし、そうした情報、あるいはコメンテーターの個人的見解などが視聴者にとってニュースとみなされるわけです。朝に NHK のニュース番組でやっていたコロナのパンデミックに関する情報と、チャンネルを変えて8時から民放のワイドショーでやるコロナのパンデミックに関する情報、一般の人々はそこに明確な線引きはすることはないと思います。ワイドショーのプレゼンスは新型コロナウイルスのパンデミック下でもますます高まり、ソーシャルメディア上で人々がニュースとして共有、拡散、論評する対象となっています。またインターネット上ではこうしたニュース的なものがあふれています。まとめサイトではニュースメディアが作成したニュースが意図的に要約され解釈が加えられて掲載されています。言うまでもなく、ここでの要約や解釈はニュースメディアの専門文化に基づくものとは異なります。
しばしばそこには悪意が込められることもあります。そうしたまとめサイトについたコメントも、このコンテンツを構成する要素です。例えば、朝日新聞がまた捏造といったタイトルがついたコンテンツがネットのニュースとして消費されることになります。さらに、政府や企業の PR、政治家や専門家も含めた著名人によるネット上の多様な媒体への投稿、YouTube での配信、個人によるツイート、ネット上の論争もまたニュースとみなされる傾向があります。そしてこれらがキュレーションアプリやポータルサイトで主流メディアの作り出したニュースとフラットな形で並列されている。それが今日の日本のニュースの生態系です。いわばニュース文化の専門性、専門的な価値の相対化が進んでいるというわけです。特に訓練を積んだ組織のジャーナリストでなくても、ニュース的なものを制作、発信することができる。さらにそれらがしばしば世間で話題になり評価される。その結果、ニュースメディアが人的、金銭的、あるいは時間的なコストをかけて生産するこれまでのニュース固有の価値が認められにくくなっています。第3に、これまでのニュース文化の中で民主主義に寄与すると考えられてきたジャーナリズム実践が拒否されたり否定される状況が生まれてきたことです。典型的には、ジャーナリズムによる批判が一般の人々に忌避される、嫌がられる、そうしたことが挙げられます。ジャーナリズムは権力を監視し、批判することが民主主義に資する、このように考えられてきました。しかし、例えば野党嫌い、これは政治学者、野口雅弘先生が最近の若い学生の傾向を形容するものとして用いて話題になった言葉ですが、この野党嫌いという言葉が示すように、政府、あるいは主流派の進める政策や方針に異議申し立てをすることが邪魔をしている、さらには反日である、そういった形でのその受け止められ方が登場してきました。このことは翻って、政府や主流派による説明責任、応答責任を重視しないという世間の風潮と結びついています。その結果、そうした主体に対して説明を求めるニュースメディアの要求も根拠、あるいは力を失い、今日のように記者会見があまり開かれない、あるいは記者会見で質問は1回だけ、司会は政府側が務めるといった形式化、形骸化した状況となりました。一連の傾向はご存知の通り、国会でも見られ、例えば同じ答弁を繰り返す、質問に正面から答えない、討論を軽視する、まあそうした傾向を生み出してもいます。公文書の改ざんもここに加えても良いでしょう。ちょうど今日、その赤木ファイル、いうものが、遺族にですね、公開されたっていうのが、ニュースになってましたけれども、要するに、一連のこの説明すべきことを説明しないとか、あるいは改ざんしてしまうとか、そういったことは、日本型のポスト真実というわけです。いわば、ニュース文化の危機は、民主主義的なコミュニケーション文化の危機と結びついているのです。ニュース文化の変化の最後の4点目は、ニュース文化の構成原理がますます市場、マーケットのロジックに基づくようになっているということです。いわば新自由主義、ネオリベラリズムによるニュース文化の植民地化です。インターネットの発達を通じて形成されてきたデジタルメディア環境は、新自由主義の論理、つまり市場原理の影響を強く受けつつ構築されてきました。
マイクロソフト、あるいは GAFA によってインターネット利用の基盤が独占されている状況を想起すれば分かりやすいと思います。こうした状況はニュースのネット上での流通や消費の過程にも影響を及ぼしてきました。近年、インターネットは利用者個々人のデータを吸い上げることで個人それぞれに適した情報を発信するメカニズム、つまりアルゴリズムを通じた個人化が主流になりつつあります。個々のユーザーにとって自分が関心を持つニュースが集まりやすくなっているわけです。逆に自分自身が関心を持たないニュースに出会ったり、能動的にアクセスする機会や動機づけはますます低下するようになりました。またニュースそれ自体がクリック数やアクセス数によって評価されるようになりました。その結果、何が良いニュースなのかという基準、あるいは何がニュースになるのかといったニュースバリューそのものが変化しつつあります。実はこうした傾向もまた民主主義の文化にとって深刻な影響をもたらします。民主主義理論では、最近の新自由主義の台頭による民主主義の後退をポストデモクラシーと呼んでいます。新自由主義は市場、つまりマーケット、企業経営、こうした論理によってあらゆるもの、例えば医療であるとか、教育であるとか、家庭生活であるとか、そういったものを意味付け直して、人々の意識や社会生活そのものを変容させてきた、このように指摘されています。その結果、民主主義を支えてきた文化や組織が形骸し、あるいは民営化され、ポストデモクラシーが進展してきたというわけです。ニュース文化にも市場原理主義が侵食し、例えばニュースの公共的価値が低下することになります。しかし、それ以上に深刻なのは、人々が同一のニュースを消費して社会の中で情報を共有するという実践や文化が揺らいできたことです。民主主義はコミュニティの構成員が共通の問題関心に基づいて政治に参加することを前提とした制度であり、また理念であります。ところが今日のメディア環境は、つまり今日のデジタルメディアのロジックは、人々の問題関心をバラバラにし、自分たちの世界にこもってしまう、こうした事態を生み出し、その結果、一部の政治的、経済的なエリートが、私たちの預かり知らぬところで重大な決定を行い、いつの間にかその方向へ社会が動いてしまう、そういったポストデモクラシー状況、私たちは今まさにそのオリンピックでこの事態を目撃しつつあると思うんですが、まあそうしたポストデモクラシー状況を促進し、そしてそうした状況に歯止めをかけるための組織や制度を失いつつあるのです。これまでの議論を踏まえて、ジャーナリズムの危機を乗り越えて、その存在意義を改めて示すための、あるいは正当性を回復させるための手がかりを検討してみたいと思います。そしてそれこそが、なぜ研究生の皆さんがジャーナリズムの世界を目指すべきなのかという点と結びついています。さて、ジャーナリズムの危機について、ここ数年さまざまな提言が行われ、あるいは実践が試みられています。例えば、フェイクニュースに対してファクトチェックを徹底する、プラットフォームの規制を強化するといった対策が注目されてきました。また、デジタル化の進展に伴って、メディアリテラシーの一層の向上も強く求められています。とはいえ、これらはあくまで対処療法に過ぎません。ファクトチェックが今のところ、主流メディアの信頼性の回復に大きく寄与した
という話は聞きませんし、ましてやそれが批判や民主主義的な対話の正当性の回復につながるわけではありません。つまり、ポストデモクラシー状況を解決することにもならないわけです。つまり、対処療法よりもさらに深いジャーナリズムの危機、そしてそれと密接に結びついたポストデモクラシー状況を乗り越える、そうした戦略が求められています。その手がかりは本日お話ししてきたつもりです。つまり、ニュース文化をどのように捉え、どのように再構成するかということです。ニュース文化にこそジャーナリズムの今日的危機が凝縮されており、それをどのように再構成していくのかが、ジャーナリズムの再生の手がかりになるのです。ここではニュース文化を再構成し、ジャーナリズムを再生するための課題や戦略を考えてみたいと思います。まずは、ジャーナリズムの世界にとどまらず、広く社会全体で取り組むべき2つの長期的な課題を挙げてみたいと思います。第1は、ニュース文化に多くのアクターが関わるようになっている事実を適切に認識することです。今日のニュース文化は、過去1世紀のそれと大きく変容しています。ソーシャルメディアが発達する中で、ニュース文化はもはやプロフェッショナルの独占物ではなくなりました。今回お話ししたように、誰もがニュースを制作、拡散、共有できるようになりました。例えば、アメリカの権威あるジャーナリズムの賞であるピューリッツァー賞は先日、ブラック・ライブズ・マター運動のきっかけになった事件、つまりジョージ・フロイド氏が警察に取り押さえられ、それが原因で亡くなってしまった、まさにその状況をスマートフォンで撮影した18歳の一般女性に特別賞を授与しました。確か高校生だったかと思いますけども、皆さんの多くにとって、同世代、若者というわけです。このことは誰もが目撃者となり、情報を社会に対して幅広く訴える、そういう時代を象徴しています。ニュース文化は多くの人々に対して開かれている。これが議論の大前提なのです。この点を踏まえて、ここではニュース文化をコモンズとして捉えてはどうかと提案してみたいと思います。よく知られるように、コモンズとは共有地あるいは公共財を指す言葉です。これまで主流ニュースメディアを中心にジャーナリズムが発展させてきた取材方法、調査報道の仕方、編集の仕方、ニュースを制作する上で求められる倫理、ジャーナリズムの在り方、価値、こういったニュース文化はまさに公共財として誰もが身につけ、利用することができるものとなっているのです。また、こうしたニュース文化をコモンズとして適切に共同管理し、保護することが求められているのです。第2は、ニュース文化の公共性を高めることです。ニュース文化は質の高いニュースを社会に提供することで、社会のさまざまな問題解決や民主主義文化の発展に寄与するという公共性を持ちます。とはいえ、繰り返しになりますが、問題はニュース文化がプラットフォーマーや広告事業者、あるいはクリックバイトを目的とした事業者、組織、個人などにも開かれてしまった結果、より一層市場原理のロジックが入り込みやすくなっている点です。行き過ぎた市場原理主義は、公共性を掘り崩し、解体させてしまいます。ニュースやジャーナリズムに限らず、まさに今、世界のあちこちで見られる現象です。こうした問題を防ぎながら、ニュース文化を公共性を維持しながら、より開かれたものとして整備していく必要があるというわけです。同時に、ニュースはまさに民主主義と同様にコストがかかる。
その分公共的な価値がある、このように見なす文化を社会的に共有していくことも重要だと思います。この発想は先ほどのコモンズの話と結びついているわけです。ただしこの公共性をめぐる議論はもう少し奥行きと広がりがあります。民主主義文化との関連性です。先ほどもお話した通り、市場原理主義が社会の中で支配的なものとなったのは新自由主義の台頭と密接に関連しています。新自由主義は社会のあらゆる領域を企業経営やマーケットのロジックによって覆ってしまい、その分公共性の領域が狭められてきたのです。先ほど触れたようにこうした状況はポストデモクラシーと呼ばれています。そしてポストデモクラシーを乗り越えるさまざまな動きが現代社会では生まれつつあります。そこでこのポストデモクラシーを乗り越え公共性の復権を目指す幅広いプロジェクトの一環にニュース文化の再構成を位置づけていくことが大事だと言えます。以上2つの長期的課題を踏まえつつ、ジャーナリズムの世界が取り組むべきニュース文化の再構成に向けた3つの戦略を示したいと思います。第1は、ニュース文化を良いジャーナリズムを提示する公的な場とみなし、良いジャーナリズムとは何かを社会の中で幅広く共有させることです。人々はジャーナリズムを批判し、あるいは攻撃する語彙や論理を共有しています。それらはインターネットで簡単に参照できるからです。一方で、良いジャーナリズムとは何か、どのように取材したものが優れているのかといったジャーナリズムを評価する語彙や論理は十分に共有されていないと考えられます。例えばそれらはインターネット上で十分に広がっていない、参照できないからです。つまりそうした語彙や論理をネット上で幅広く共有させていくことが例えば有効なのではないでしょうか。それを誰が行うかといえば、やはりニュースメディアです。ニュースメディア同士が相互にお互いを評価し、他者のニュースであっても良いものを積極的に紹介し、そして重要な点ですが、なぜそれが良いのかを説明すること。そうした文化や慣習を定着させていくことが、社会の中でジャーナリズムのきちんとした評価軸や審美眼のようなものを共有させていくことにつながると考えます。ジャーナリズムの価値観や文化を業界の中だけでいわば密教化させるのではなく、広く社会に向けて説明し共有していくことが大切です。国内だけでなく海外の優れたジャーナリズムでも良いのですが、そうした事例を紹介解説するスペースを例えば新聞紙面に設けてもいいですし、あるいはヤフーなどにそうしたスペースを設けるようにしてもらう、あるいはバズフィードなどにそうした企画を載せる、そういった形だとインターネット上で広げやすいと思います。こうした実践はジャーナリズムの価値、そして信頼や正当性を高めることになると期待されます。第2に、ニュース文化を公共的なネットワークとみなすことで、ニュース制作をめぐる新たな共同コラボレーションのあり方を構想することにつながります。従来型のニュース制作の限界が意識されるようになり、あるいはニュース組織間の連携、ニュース組織と外部の人や組織との連携など、さまざまな試みが国内外で進展しつつあります。例えばパナマ文書、これは世界的な税金逃れの不正を示すビッグデータを調査報道の手法から解析した有名な事例なのですが、例えばそこでの取材体制、これは国際調査報道ジャーナリスト連合を中心に各国のニュースメディアがネットワークで結びついたというものだったんですけれども、
あるいは日本では最近西日本新聞が積極的に取り組んでいる、まあ、そうした連携、などが、まあ、例として挙げられます。いわばこれらのノウハウを共有したり組織的ネットワークを制度化する基盤がニュース文化の公共性ということになります。そうしたプラットフォームの担い手を具体的に構想していくことも大事だと、考えます。それを通じてニュース文化そのものをアップデートし、ニュースというジャンルの幅を広げていくことが重要です。ニュースとニュースではないものとの境界がデジタル化と市場原理によって曖昧になってきたことにまさに対抗する形で、その境界の再構成をジャーナリズムが業界そして他のアクターを巻き込みながら主体的に行っていくことがニュースの価値を高めることにつながるのではないでしょうか。そして第3に、ニュース文化が民主主義文化に資源を提供する、リソースを提供する、公共的な機能を担っている、このように位置づけることです。例えば、ジャーナリズムがニュース文化におけるジャーナリズムやニュースの価値を高めることは、批判や対話、あるいは説明すること、他者の声を聞くことといった民主主義的なコミュニケーションのいわば模範を示すことにもつながります。無論のこと、それはジャーナリズム自身の批判や対話、説明の質を高めることが前提になりますが、それは結果的に民主主義の価値を高め、ポストデモクラシーを乗り越えることに寄与すると言えます。そしてこのように考えると、デジタルメディア環境は、ある特定の文化を広げやすくする、そういう条件を備えたものであり、デジタル化はそうした意味でニュース文化の公共性を高める上でチャンスだということもできます。さて、それでは最後に今回の議論を踏まえてメディアコムの研究生、そしてメディアコムへの入所を検討している慶應義塾大学の学生の皆さんへメッセージを伝えたいと思います。マスメディアによって担われたジャーナリズムが築き上げたニュース文化は、約1世紀ぶりの大転換を迎えています。ニュース文化に関わるアクターが多様化する中で、どのようにそれをより適切なものへと再構成できるのかが問われていることになります。そして、皆さんにその主導的な役割をぜひ果たしてほしいと考えています。ニュース文化の再構成に主導的に関与するためには、それではどうしたらいいか。まあ確かに今のところ、まずは最初に大手のニュースメディアに就職することが必要になります。ニュース文化の専門的なスキルや慣習、各種の資源、つまりリソースを獲得するためです。しかしそれは必ずしもかつて、そして今現在行われているサラリーマン的なニュース政策をそのまま続けてほしいということではありません。今のジャーナリズムの世界に求められるのは、単に取材をして記事を機械的に作っていくことだけではないからです。本日の議論で訴えてきたように、現在のジャーナリズムの危機を乗り越えるために必要なのが、新たなニュース文化を多様なアクターと共同しながら作り上げていく、そうしたプロジェクトです。それはクリエイティブな実践という意味で、冒頭に話をした皆さんに今人気のあるコンサルや広告業界とある種共通しているのかもしれません。しかし、ニュース文化の再構成というプロジェクトは、コンサルや広告業界にはない魅力があります。それは公共性の領域を再生させる、そして民主主義の文化を再生させるというより大きなプロジェクトと連動しているという点です。本日お話ししたポストデモクラシーの議論が投げかけているのは、コンサルや広告業界がまさに全面的に採用している企業経営のロジックや
市場のロジックとは異なる公共性のロジックが求められているということです。しかし、他ならぬ企業経営のロジックや市場のロジック、つまり新自由主義の論理によって公共性の領域は現在本当に狭まってしまいました。そうした時代に生きてきた皆さんは、逆に公共性の領域そのものがあまりピンとくるものではないのかもしれません。ただゼミを指導しながら思うことですが、公共性の領域、あるいは公共性の論理を再生させるポテンシャルを皆さんはすでに持っています。例えば社会問題に対して高い関心を持っています。私が皆さんと同じメディアコムの研究生だった20年前の世代よりも、この意識ははるかに強くなっていると感じます。その点大変心強く考えています。それから共同コラボレーションに必要なネットワーク作りのリテラシーも以前の学生以上に皆さんは持っています。そんな皆さんの世代が公共性の再構成、公共性を再生させていくのではないかと期待しています。したがってそうした力をぜひニュース文化の再構成にも生かしてもらえればと考えているのです。ジャーナリズムが力をつければ民主主義の文化も活性化し、それがゆくゆくはより良い社会生み出されていくのではないかと、そのように期待しています。今の時代だからこそ、研究所から一人でも多くジャーナリストが出てほしい、あるいはジャーナリスト志望の人が研究所に入ってきてほしいと考えているのはこうした理由からです。ご清聴ありがとうございました。榎越先生、大変お聞きさんとも、ご講演どうもありがとうございました。特に現在のそしてこれからの研究生への熱いメッセージですね、多くの若者がこれから公共性の、再構築の道の方に進んでいってくれるのではないかというふうに思いました。ではここで、わずかですけれども、わずかな時間にはなりますが、フロアに、来ております研究生からの質問を受けたいと思います。質問がある方、質問をしてください。はい、ぜひお願いします。山越先生、貴重な時間をいただいて、お話しいただきありがとうございました。最後の方にありました、社会が取り組むべき長期的課題の具体例の中で、良いジャーナリズムの社会的共有について、具体的にそのジャーナリズムを相互にジャーナリストたちが評価するっていうのをおっしゃっていただいたと思うんですけど、実際にもしそれが行われた時に、そのジャーナリスト同士でバイアスをかけちゃったり、逆にこうそのジャーナリストズームとしてこう述べた情報だけではなく、そのジャーナリスト自身の性格とかそういうものまでこう考えてしまって、あの人が言うことだからもうダメだとか、そういうのもこう出てきてしまうのではないかなと思うんですが、そういうのは何て言うんですか、こう、そこについて何かどうお考えですか。すみません、終わりとして質問します。はい、ご質問ありがとうございます。まあ、ここでこう挙げた、3つの戦略って本当に、仮説的というか、例えばっていう感じで挙げたものなんですけど、確かにそのご指摘いただいた通りですね、いいジャーナリズムってこういうもんだっていうのを、その、業界の中でお互いにこう相互に参照しながら、示していくっていうのは、見方によっては、内々のインナーサークル中で、こもっちゃってるっていうふうにも、見えるわけですね。ただやはりその、この、講座で、お話ししたように、そのニュース文化ってやっぱもう
その開かれたものになっちゃってて、まあ誰もがアクセスできるものになってるわけですから、まあそこにもやはりこう広い社会の中でのこう対話、というものが、まあまあそういう回路が、作られていくっていうことが大事だと思うんですよね。でまあちょうどまあ、例を挙げたようにそのピューリッツァー賞がそのね、まさにこう内々じゃない、ね、外側 の、 その若い人 の、 その、撮影した映像に特別賞を与えていくって、やっぱそれはこう社会に対して開かれた、ま、なんていうかな、ジャーナリズムの中だけで完結しているこうお互い褒めたたえ合っているものじゃなくて、それをどう思いますかって形でこう社会にこう問いかけていく、そういう姿勢が、まあ、日本でも例えば必要になってくるのかなと。だそういう、状況を前提としてその、まあ、お互いいいものをきちっと評価して紹介していく、その、まあ、アメリカに比べるとやっぱり日本のメディア業界ってそのよそはライバルだから、よそが取り上げたニュースっていうのは別に大きく取り上げないとか、自分たちが後追いして、示せるようになったら、まあ、さも新しいニュースであるかのように紹介するとか報道するとか、まあそういうなんていうんですかね、こう慣行というか慣例というか、まあ、まさにそういうニュース文化があるんで、それをもうちょっとこう広げていく、こうネットワーク化していくのがその社会全体から見て、じゃあいいニュースってどういうものなんですか、いいジャーナリズムってどういうものなんですかっていう理解を共有していく、まあ、きっかけというか基盤というかになるんじゃないかなというわけです。はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、はい、特に他にはご質問なさそうなので、それでは、ここでこれでですね、慶応義塾大学メディアコミュニケーション研究所の、2021年度春の公開講座、終了することにいたします。今日は山越先生ご講演どうもありがとうございました。それから参加者の皆さんもどうもありがとうございました。